スティル・ウォーターは、アメリカ合衆国オクラホマ州の都市の一つ、同州ペイン郡の軍庁所在地である。成立は1884年12月12日、三割当地の初期入植地であった。2000年の国勢調査によると人口は39,065人。オクラホマシティ大都市圏のすぐ北東に位置することから、同県へ通勤等するための住宅衛生都市といった。 色合いが濃いと同時に、同士にキャンパスを構えるオクラホマ州立大学は2万5000人以上の学生が在籍し、学生、学校関係者が人口の相当数を占めるといった側面も持ち合わせる。位置は、北緯36度7分18秒整形97度4分7秒、北緯36.12167度整形97.06861度、 36.12167-97.06861。オクラホマシティのダウンタウンから北北東におよそ 80km のところにある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば7 2 1 k ルの陸地、1 2 k 平方メートルの水面、合計7 3 3 k ルの面積を有する。 2000年の国勢調査によると人口が39,065人、15,604世帯、7,318、家族となっており、人口密度は541.6人、傾平方メートル。住居数が16,827個、個数密度は233.3個、傾平方メートル。人種別の割合は、白人82.48%、 アジア系5.05%、アフリカンアメリカン4.30%、ネイティブアメリカン3.89%、根結3.36%、太平洋諸島系0.04%、その他0.88%。世帯構成は、全世帯の20.8%が18歳以下の、子供を持ち36.1%が、夫婦世帯7.7%が、 母子世帯53.1%が非親族世帯。全世帯の34.6%が単身世帯、6.9%が65歳以上の高齢単身世帯。1世帯あたりの平均人数が2.13人、1家族あたりの平均人数が2.81人である。年代別の人口分布は18歳以下が15.2%、 18から24歳が38.2%、25から44歳が24.4%、45から64歳が13.6%、65歳以上が8.7%から構成され、平均年齢は24歳。全体の男女比は、女性100人に対して、男性102.7人。平均所得は1世帯あたり25,432ドル。 1>, 1家族当たり4万1938ドル。男女別に見ると男性の平均所得3万1623ドルに対して女性の平均所得2万2312ドル。1人当たり所得は1万5789ドルとなっている。全家族の約12.6%と全人口の27.3%が貧困線以下にあり、 18歳以下の18.2%、65歳以上の8.9%が、これに含まれる。文化の中心的存在は、オクラホマ州立大学で、被災大の雇用体、土地所有者でもある。そのため、経済状況も大学によるところが大きく、それに伴う人口の増減などもある。同大のアスレティックチーム、オクラホマステートカウボーイズは、全国的な活躍。 実績を残していることで有名。チームのマスコットはピストルピート。ザ・ストリップと呼ばれるキャンパス周辺は繁華街の一つである。厳密にはワシントン通りから6番通りと大学通りの間を指し、日常においてはストーンウォールもしくはエスキモー・ジョーズといった徒歩圏内にある飲食店をカバーする一帯を指すこともある。ただし現状は多くの店舗が閉店。 営業時間の短縮、売り店舗といった状態にあり、中でもレストラン、カフェやバーといった外食産業は木曜日を含む週末のパーティーなどで繁盛する反面、学校が休暇に入る夏季は営業時間を短縮するところが多い。これら市の姿はショッピングセンターといったいくつかの新たな商業地、施設が開業した過去10年の間に目まぐるしい変遷を遂げてきた。 人口の増加、特に若年層人口が拡大したことで、地方での局地的な展開をする店舗に代わって、全国チェーン展開をする企業が参入。この事勢によってダウンタウンは衰退の道をたどっており、一部住民は新たな活性化計画に賛同の意を示している。亀岡市、ありがとうございます。